エオリス、神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。してきたはいいけど、列車は通る？列車はまだ止まってたか。ウォールマーケットで有金全部使っちゃったよ。あんたソルじゃん。すごかったな、爆破予告なんて。5番街スラム特製ミートボールはいかが？私の出番。やられはしない。やってやる。行くぞ。落ち着いていけ。頑張るね。ここからだ。キリ
やってやる。えっ、受けてた。いいか。まあいい、やってやる。よかった。先に手を打つ。飛んでけ。確実に切り替えよう。隙をつく。ママに刻む。うわっ、いつでも来い。やってやる。受けて消えろ。リンダカンパニー関係者によりますと、また戦争になる。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう。助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。皆さんに対する信頼。